クリーチしないとダメですよね。はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーの前に立ちはだかった5人のブルファイターを紹介いたします。チャン・ジョンクーは稲見選手、渡嘉敷選手、倉持選手、大橋選手と2度、合計日本人ボクサーとは5度戦い、すべて勝利しております。チャンの特徴は攻撃がパワフルで手数が多く、頑丈で打ち合いにめっぽう強いところです。試合でもスパーでもダウンしたことがなかった渡嘉敷選手でさえ、チャンのパンチで初回にダウンを喫しました。この試合は渡嘉敷選手がチャンの得意の打ち合いにも一向にひるまず、根性勝負の様相になり、チャンは何回かピンチに陥りました。チャンの日本人との対決でこの試合が一番苦戦した試合となりました。いつもは打ち合いで相手を圧倒するチャンですが、渡嘉敷選手の頑張りで打ち負けるシーンが出てきます。弱気になっていたチャンは9ラウンドによみがえります。ワンツーがヒットしてから一気に畳みかけます。大橋選手との試合では強いプレッシャーをかけて常に前進し、接近すると左右の連打と右アッパーで大橋選手のガードを崩しにかかります。チャンは相手がひるむと強いパンチを上下に打ち込み、一気にラッシュします。時には相手のガードをしっかり観察し、空いてる場所と急所を狙って連打を放つこともあります。白人鉄はデビュー以来初黒星を喫するまで26戦26勝26 KO を収め、そのパンチ力でアジア圏内で一番重いクラスで世界王者になったボクサーの一人です。日本人ボクサーとは7度対決しており、すべて KO か TKO で勝利しております。6ラウンド7ラウンドと王者の攻撃に田島選手は耐えておりますが、徐々に右目が塞がっていきます。チャンスがあれば倒しに行く。
王者のパク・ヨンキュンは常に前に突進し連打を繰り返すファイタースタイルでブルドーザーと呼ばれました。 WBA 世界フェザー級王座のベルトをアントニオ・エスパルゴファから奪ったのですが、当時エスパルゴファはパウンド・フォー・パウンドの5位に君臨する絶対王者だったので、多くの人はパクが勝てるとは思っていなかったのです。パク・ヨンキュンは WBA 世界フェザー級王座を8度防衛いたしました。武田選手、浅川選手、松本選手がこのベルトに挑戦しましたが、いずれも KO、TKO で敗れ去りました。挑戦した3名の日本人ボクサーたちはパク・ヨンキュンよりも技術も才能もありました。しかしひとたびパクのブルドーザーに飲み込まれると太刀打ちできなくなったのです。パクの体力、勝利への執念、忍耐、強靭さが日本人挑戦者たちの技術を飲み込んだのでした。日本選手がかつて22回このリューサイトに挑戦しておりますが、ことごとく敗れております。 OPBF 東洋太平洋ミドル級王座を21度防衛しているリューサイトは、 WBA 世界スーパーウェルター級王者の輪島選手に挑戦いたしました。当時リューは日本人ボクサーとは20度以上対戦し、すべて勝利していたのです。2度目の防衛戦で輪島選手を迎えますが、輪島選手に翻弄され大苦戦し、徐々に体力を削られていきます。劉は技術だけでなく炎の男に気迫でも押され、敗色濃厚となっていきます。ユーミョンウは1985年に無敗のまま19戦目に世界に挑み、見事勝利し世界王者になりました。そのベルトを6年にわたって17度防衛いたしました。ユのボクシングスタイルは無尽蔵のスタミナを誇り、一度打ち出したら止まらない連打で相手を圧倒します。木浦選手、小宮山選手、大鵬選手、徳島選手が湯に挑戦しましたが、いずれもソナギパンチで圧倒されました。湯はデビュー戦から13試合すべて判定勝ちだったのですが、世界王者になってから攻撃に幅ができて KO 数が増えていったのです。
対戦相手は打ち合いに巻き込まれ、2の連打とボディ攻撃で弱ってしまい、防戦一方となってしまいます。徳島選手は何度も起き上がりましたが、7ラウンドで試合がストップしました。湯の18度目の防衛戦の相手は井岡弘樹選手でした。井岡選手は同じジムの大砲選手と徳島選手が負けていたので、敵を討とうと静かに闘志を燃やしておりました。村田英二郎さんが特別コーチとして入対策を万全に行ったので、序盤左ジャブが冴え渡ります。左ジャブからの右ストレートも切れており、湯が射程範囲に入れず主導権を完全に握りました。中盤湯は同盟に突進しますが、井岡選手は王者の猛攻を耐え抜いて試合は判定に持ち込みます。井岡選手に敗れた湯は11ヶ月後に挑戦者として再戦しました。世界王座を奪い返したかったわけではなく、井岡に雪辱したかった、井岡に負けたまま引退するわけにはいかなかったと語っていた湯は、この試合では前回以上に前進し連打を放ちます。이명숙의승리아닙니까? 이은 선수.